僕の番だな。参ります。おうよ、交代だ。参ります。
来た気がするぜ。アドル、そろそろ休憩させてくれ。島には街の明かりもありませんし、日が落ちたら真っ暗かと思ったのですが、月と星の明かりがこんなにも明るいなんて。わしら漁師にとっちゃ海で方角を知るための貴重な道しるべよ。日が落ちて周りが見えないからこそ見えてくるもんもある。サハド、あなたはなぜ漁師になったのですか？お？なんだなんだ、急に。そうだな、要するに他に選択の余地がなかったからだ。わしの育ったクレテ島は海以外に何にもない島でな、子供だろうと腹が減ったなら自力で魚を取ってくるのが当たり前。とにかく生きるということは魚を取ることだったのよ。私には想像もつきません。そのように過酷な毎日で辛くはなかったので。